11月29日5箇所ワンコンから神奈川県藤沢市の江ノ島まで180海里を伴走する国内有数のヨットレースパールレースがスタートしました。当日はスタート時間に合わせて長崎県をはじめとした日本全国から集まったおよそ50艇のヨットが5箇所ワンコンに集結しました。このパールレースは日本セーリング連盟などの共同主催で行われ、今年で57回目の開催となります。5箇所ワンコンを出発地としたのは第45回からで、毎回白熱したヨットレースが繰り広げられています。7月28日には志摩ヨットハーバーにおいてレースにあたる説明が各参加チームに伝えられていました。その後大会に向けて英気を養う恒例の前夜祭が行われていました。6030ジュリアン、はい、6095レティシアドゥ、はい、6155アネックスファイル、はい、悲願誌乾杯。魚介類を使った料理などが出されており、参加者同士が親交を深めていました。ジャズ演奏や商品付きのじゃんけん大会、各参加チームの紹介などが行われ、レース本番に向けた盛り上がりを見せました。南伊勢町からは町内産のみかんが商品として提供され、じゃんけん大会で勝ち残った人や遠方から来た方へ手渡されていました。この日は船上でレースの安全祈願と見送りが行われ、見学者の方はヨットに手を振りながら応援しました。スタートになると5箇所ワンコンにヨットが整列し、一斉にゴールの神奈川県江ノ島を目指しました。1月30日から31日にかけてゴールである江ノ島にヨットが次々と到着し、今年のパールレースも無事幕を閉じました。ただ南伊勢町にお世話になったのがちょうど45回目からでございまして、今回で、多分13回目になるのかな。年数でいきますとちょうど丸12年江戸でいうと一回りというしたことになります。またこれからですね、還暦、レースの還暦、第60回を目指して、とりあえずは60回を目指してやっていくんですが、当然、まあ、そこまでは南伊勢町さんのお世話になると思いますし、これからもずっと100回目指してやっていきたいと思いますが、実は